のサインが来ていたら激安なので、これからも積極的にアクションをしていくことで道が開けていきます。運が覚醒する機運上昇チャンネルの高見です。高見初の書籍機運殿下が発売されました。書店購入のレシートで応募すると財運が上がる5符をプレゼントするキャンペーンをやっております。詳しくは概要欄をチェックしてみてくださいね。先日宇宙元旦が始まりましたね。皆さんどんな一日でしたか？エネルギーがとても強い時なので、すごく眠い毎日が続いている方もいるんじゃないのかなと思います。SNS でも宇宙元旦の投稿を結構見かけて、神社に行ったり、チャレンジしてみたり、去年と比べると浸透してるんだなって感じました。宇宙元旦のいい運気をつかむために準備して過ごしたり、いい気が受け取れるようにアクションした方も多いと思います。僕はちょうど出張中だったので、仕事も一日でしたが、それでも公園を散歩できたので気持ちがいい一日でした。宇宙元旦以降は陽の気が日に日に強くなりますので、運気的には外に外に向かう時となります。変化が起きてきたり、変わりたいなっていう気持ちが起こりやすくなる時ですし、今年の寅年の運気と合わせると例年以上に加速のスピードが早かったり、運気の後押しで展開が早くなりそうです。今日は宇宙元旦の爆発的なエネルギーを浴びて金運が激変する人に来ているサインを紹介したいと思います。まずはじめに友人さんのつながり、場を清める T 社の図から始めていきましょう。それでは早速行ってみましょう。宇宙元旦の気を受け取ると宇宙のリズムと自然とシンクロするようになり、流れてる運気と同じことがなぜかしたくなるんですね。知らない間にいい運気に乗っている状態です。今の運気とシンクロして流れに乗っていると自然と物事がスムーズに進んだり、必要なお金や情報や人など抜群のタイミングでやってきたり、上昇気流に乗って竜のように一気にビュッとステージが変わる、お金で言うと収入が変わる、新しいビジネスが始まるなど、そういったことが起こるようになります。この運気に乗っているサインは7つあります。順番に紹介していきますね。1つ目はイメチェンしたくなるです。今まで着たことがないファッションを取り入れたくなる、ロングヘアをショートヘアにしてみたくなるなど、今まで思いもしなかったことや思い切った変化をしたくなっていたら、宇宙のリズムに乗り金運の流れが変わるサインです。3月27日までは前歴はチャレンジが運気を高める黄色い戦士の期間、そして3月28日から前歴では改革を表す赤い月が入っています。今までと流れを変える大きな変化がしたくなる、新しいことをしてみたくなるのは今の運気とシンクロしているから起こることなんですね。今までとは違う自分にトライしてみたくなる時、金運の流れが来ているサインです。家族のファッションが変わった時もそっと見守りましょう。いい運気が来てますよ。僕の知り合いに宝塚ファンの方がいらっしゃって、もしかしたら次に会う時はモーニングを着てくるかもしれません。その時は金運激変のサインとしてそっと受け止めたいと思います。続いて2つ目は明るい色が着たくなるです。宇宙元旦で強いエネルギーを受け、そして日に日に増す陽の気を受け、さらに今年の宇宙元旦は宝日とも重なりましたから、パッと目を引く原色や目に優しいパステルカラーなど明るい色を身につけたくなったら、鳳凰があなたに微笑んでいるサインです。運気的にも前歴では黄色の13日から赤の13日へ流れていくので、明るい色が運気を上げてくれるんですね。そして鳳凰は明るい色や明るい人が好きですし、鳳凰が現れる時はこれからいいことが起こる兆し、豊かさが反映していくこと、あなた自身が輝く、恋愛なども合わせて人間関係がとても良くなるサインです。豊かさ、自分らしさ、人間関係の3つってどれもとても大切なものなので、豪華な運気アップですね。パフェにプリンも乗ってるし、チョコもかかってる、季節のフルーツもりもりのような豪華さです。この時期は意識的に取り入れることもおすすめします。3つ目、いつもより朝早く目覚めるです。いつもは起きない時間なのにパッと目が覚める、普段はなかなか起きないのに目覚めがいい、これも上手に運気に乗っているサインです。ちょうど朝から正午くらいまでの時間帯が運気が高まる時間に入ってるんですね。ですので運気が高い時間帯に調子が良くなるのも金運激変のサインが来ています。窓を開けて朝日を浴びたりお散歩に出かけるとさらに運気上昇につながりますので、取り入れることがおすすめです。
そして4つ目は無性に新しいことがやってみたいと感じるです。宇宙元旦の新しい木にマヤ暦の改革の木と相まって、なぜだかわからないけど新しいことをやってみたいと感じやすい時期なんですね。宇宙元旦以降の強い気を上手に受け取っていると、こんな気持ちがムクムク湧いてきて好奇心いっぱいになります。その好奇心ワクワクアンテナがあなたの新しい情報、新しい体験へと導いてくれます。ワクワクに従って新しい人と会ったり、出かけてみたり、体験してみるなど、チャンスと出会える時です。楽しみですね。続いて5つ目は大きなチャレンジができると思える。これは普段これぐらいだったらできそうかな、そんなことできるわけないと自分の限界を決めていたり、ついつい制限をしてしまうタイプの方に起きていたら、かなり熱い金運激変のサインです。根拠はないけどなぜだかできそう、根拠はないけどできる気がする、そう感じるのは内面のかなり深いところで、宇宙元旦のエネルギーに触れ、心のブロックが溶けてなくなっていたり、書き換わっていることを表すサインです。変化って内面の変化が先に起きて、そして後から現実化していくので、もしかしたら現実が変わるまでは心配になったり、大丈夫かなと思うかもしれませんが、タイムラグだなと思って気にせずにアクションしていくといいですよ。またチャレンジすることで運気を高める黄色い戦士の期間ですから、チャレンジすればするほど運気も上向いてくる時なんです。チャレンジのスケールが上がるほどスケールも上がってきますよ。特に26日は天赦日、一粒万倍日、虎の日の大大大吉日が来ますから、予定を入れてアクションすることがおすすめです。そして6つ目は無性に模様替えしたいです。これも変化の赤い月と宇宙元旦の新しい始まりの影響から来ています。あんまり気にしなかったインテリアが気になったり、余裕ができたらやろうかなと思ってたけど、テーブルウェアをお気に入りなもので揃えたい、考えたこともしなかったけど棚や机を大きく動かしてみたいと、そんな気持ちが起きていたら、こちらも宇宙元旦の流れに乗っている金運激変のサインです。新しい運気、新しいあなたが始まっています。行動が変わると結果も変わりますので、今年は変化の多い1年となりそうです。お家の運気がいいと起こる出来事も運気も良くなりますので、そういったことを含めていい運気とおうちパワースポットの相乗効果で上昇していきます。楽しみですね。最後7つ目は断捨離したいです。新しい流れ、新しい運気がやってきた時に、今までは自然だったものが急にいらない気がする、身軽になりたいと感じるようになります。今までのあなたには必要だったけど、新しいあなたにはもう必要なくなっている、そういったことを心でキャッチして、無性に断捨離したい、お掃除したいと思うようになるんですね。マヤ暦の赤い月は循環、流れを良くするというキーワードもありますので、より気の流れを良くしたい、水の流れを良くしたいと感じます。裏返すと気の流れを良くして、水の流れを良くすることで運気が上がるよという応援のサインだったりします。宇宙元旦が終わったけど、ますます片付けたくなってきたと感じたら、新しい運気が始まっています。断捨離とお掃除でお家の運気が上がるので、さらに上昇気流に乗っていきますよ。宇宙元旦以降、金運が激変する人に来ているサイン、まとめるとイメチェンしたくなる、明るい色が着たくなる、いつもより朝早く目覚める、新しいことがやってみたい、大きなチャレンジができると思える、模様替えをしたい、断捨離したいの7つです。当てはまるものはありましたか？このサインが来ていたら激安なので、これからも積極的にアクションをしていくことで道が開けていきます。楽しんでワクワクしながら進んでいってくださいね。もしいまいち来ていないなという場合は、この7つを取り入れていくと運気とシンクロしていくので、ぜひ試してみてくださいね。今日の動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。最後に邪気を払い波動を上げる鈴の音でお別れしたいと思います。それでは明日の動画でお会いしましょう。